爆風の衝撃で屋根瓦が剥がれかけたよ。ここが総社の爆発した現場の中心部です。現在ここから向こうには立ち入り禁止のテープが貼られてます。一体このような状態になって、まだ全く規制線が張られてるだけ で、一応その話によれば、この川が氾濫して、その氾濫した水が、工場に流れて、そこにアルミニウムが混ざり合って異常気爆発を起こした、ね、ということです。はい、ここを中心に、向こう側の、家も屋根瓦が、剥がれたり、流れた水で、上の方までやられているという状態ですね。そこの工場が爆発して、こっちの地域は全部爆風が屋根とかが飛ばされてます。こんな感じで屋根が飛んでます。瓦とか激しい状況ではもっと向こうの奥の方まで、屋根瓦が吹っ飛んでます。爆風での死者はおらんのだよ。そう、ただ怪我人だけ奇跡でしょう。爆風で全部窓、全部割れてる。で、あの屋根の上まで振動だった。で、屋根の上がもうだいぶ離れてるんですけど、かなりあの向こうの方から、でも周り全部窓ガラスなかった。そうだよね、もうこの状態だから。信じられないんだけど。この。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。